皆さんこんにちは、大住ゲンズブールです。さあ本日はトライブチャンネルコンプリートの収録ということで、こちら東京都は品川区にございます D ステーション大崎店さんに来ております。本日ですね、なんとパチスロ151台に対し抽選参加人数が約100名ということでして、もう抽選を終えて入場も済んでおります。で、僕はあの抽選番号が33番だったんですけれども、抑えた機種が花火でございます。で、花火なのでもちろんその花火に対する、まあ、コンプリートミッションがあるわけですけども、なんとですね、こんなことがあっていいのでしょうか。コンプリートという番組で、番組スタッフが花火のミッションを用意しておりませんでした。どうしましょうかこれね。コンプリートという番組は、まあ、3つのミッションね、我々出演者がクリアしていくという番組なんですけど、そのミッションがないかもうどうしようもない、もう今日どうしようもない。ただまあもちろん番組はね、やらないといけませんから、今日は僕がミッションを決めます。まあ、花火はもう結構打ってるんで、そうだな、一つはじゃあまず遅れからボーナスを察知せよ。これね、まあ遅れ自体がやはりなかなかこうそこそこ打ってないとわからないとありますし、左を止めて上段のれん止まって遅れたっぽいんだよなはなしです。レバーオンで申告しましょう。レバーオンで申告して、あ、今遅れたって言って、それでしかもチェリージャグちゃんとボーナスが成立している、それが一つで、二つ目、あの昔ね、思った時はトイレ目ってあったの皆さんご存知ですか。準備目作って空回してドヤ顔で離席するわけですよ。まあ、ジュース買いに行くなりトイレ行くなりして戻ってきた時にはビッグが揃って BGM が流れるようになりましたけども、今回はご時なんですね、トイレ目はもちろん、まあ、ないというふうに変更されているわけですね。ということでボーナス即押し、これで言いましょうか。ババババ準備目を作ってババって、もちろん準備目知らないといけませんから、それでいきましょう。そして、最後3つ目、まあ、3つ目は、まあ、今まで1個目は割と技術的なところだったんで、3つ目はもう出玉に直結する大花火の BGM を流せ、これでいきましょうか。 RT 中にビッグを行けば大花火の BGM が流れます。まあ運が良ければね割と簡単に出ますけど、ちょっとやっぱ引きが悪いとちょうど RT 終わったあたりでビッグ行ったりとかありますから、3つ目は大花火の BGM を流せと。さあ、というわけで、3つミッションが出揃ったところで早速実践に参りたいと思います。よろしくお願いします。はい、それでは実践開始です。花火はね、これ喋りながら打ってると結構遅れが分かりづらいんですよ。だからまあ今日は喋りながらどんだけ聞き分けることができるか、それが肝じゃないかな。ではミッション3つのうち一番難しいのは、まあ、大花火 BGM だと思います。もう結構ね、僕花火打ってますけど、どうだろうな、まあ3、4回に1回ぐらいかな、半日あって1回来てるかどうかって感じですよ、大花火 BGM が。いやいや、これ結構ね、隣が戦後列なんですけど、割と台の音でかいんで、やばい、これ遅れ分かんないかもしれない。で、左隣が先行列なんですけど、右隣が、うわー、当たった、早い、17ゲームです。で、右隣が戦国乙女なんですよ。どっちも割と音でかいですからね。さあ、最初一発目のボーナス何でしょうか。
まだわかりませんよ。よし、ドンビック。さあ、ドンビックの場合これ速攻チャンスですよ。準備目作って、準備目作っていきますよ。うわー、ここでチェリーかよ。もう一回準備ですか。準備目これで準備目。チェリー行くなよそんなとこで。もうだからもうそのタイミングで引くなって。もう一回準備目。ほらもうついちゃったよ。行きまーす。だことごとく邪魔されてますよ。マジいい加減にしろよ。はい、行きます。ほらもうついちゃったから無料。行きます。ちょっと待ってくださいね。ちょっと待ってください。なんで引くかね、本当。あー、せっかくやったのに失敗した。ちょっと早かったね。もうちょっと遅くか。これだと単独じゃなくて三連投の方が。よしか。さあ、ミッション一発目速押し成功でございます。まあ一回失敗したけどね。まあでも一発目のボーナスがドンビックだったおかげで助かりました。スロットっつってなんか用意してあるよ。スロット台の LED 液晶から発せられるブルーライトを 50% カット。これで目が疲れないと思うし。なんか気持ち悪いよ。1回目のビッグは斜め風鈴1回のみです。で問題はここでビッグ引けるかどうかですよ。今日外れが出るな。早速大花 BGM チャンスですよ。ナメコアボーナス開いた。11ゲームでボーナス確定です。これがビッグなら早速2個目のミッション達成です。さあどうなるか。いやー怖えー。おっし、よし来ました。早速来ましたよ。大原 BGM クリアです。じゃあ今度もそこして今度は一発行こう。はい、11ゲームでドンビックです。でもちろん BGM は大原。もうね、回転から20分足らずで2個目のミッションクリアですよ。これ今日いけるでしょ。よしよし、水倒しも絶好調。あとは遅れからのボーナスだけか。まあ周りの台の音にどれだけ邪魔されないかですね。個人的にね、ビッグ中の外れがね見てみたいんですけどね。刻
僕は花火打っている中で劇中のはずで未だに一回降りたことないんです。高設定っぽい台を打ったことはあるんですけど、なか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 出ない。なのでもう設定何でもいいです。1、2であれ、5、6であれ、何でもいい。1、2の1万6000を満たす、何でもいいからビッグ中の外れが見てる。うわやばい、パンチする。あーやべやべ、残り3ゲーム。よし、ナイスジャッキーで花火ゲームです。この勢いでドンツーの BGM まで流したい。しましたからね。これ例えばドンちゃんを押すのが遅ければタイム的に平子であったとしてもナメコでテンパイするんですよ。でも今は僕ちゃんと上段に押したんで、本来平子であればドンちゃんは上段に止まるんです。さあどうなるんですか。よいしょ、625枚の獲得です。ああこっからですよ、こっから。遅れを聞き分けることができるかどうか。こうやって話しながら、しかも両隣の台の音もそこそこ大きいという状況ながら、どこまで聞き分けることができるのか。いや、もしかしたらコンプリートで最速記録が出るかもしれないですよ。最速コンプリート。こうなったらそうだな、12時までにフルコンプリートを目指しましょう。うわ、なんか音でかいなと思ってたら、その僕の左隣がセンコレなんですけど、センコレ2、その隣がマクロスっすよ。パチスロの中で最もうるさいマクロスです。いやー、こりゃ自分の台の音がどれだけ聞こえるか。もうマクロスは通常車もうるさいですからね。ガッシャンガッシャン、ガッシャンガッシャン、バッキャンバッキャン、バッキャンバッキャン言ってもお、リプでしだれ柳、ちょっと熱い。 17% ぐらいかな、ボーナスの設定度は。ダメですね。ああいう、まあ少しでも重複の可能性がある演出が発生した次ゲームは変則押し結構面白いですよ。うわ、消灯してないのにとか。まあ今はね、スタンダードな逆押し上段ドン狙いしましたけど、ビタ押しとかできる人はね、右にいるどこだったっけな、中段に赤とか、中リーの中段にのれんとか、そういう狙い方も面白いです。あとは左リーの中下段に長男狙いとか。さあ到着しましたよ、耳栓駅が。すごいね、今の耳栓ってこんな色してんだ。
ほら、なんかグロテスクっすよね、色が。こんなもん耳に入れた。やっぱね、花火は島である方が、島で設置してある方が音は分かりやすい。他の台の音がやっぱ混じっちゃうと結構難しいですね。こんな感じでいいかな。あ、だいぶ違うわ。違う。自分の台の音と自分の声が割とちゃんと聞こえる。よしよしよし、これで多分大丈夫です。ただ、消灯付きですからね。消灯なしだったら良かったんですけど。あー、やっぱダメか。まあでも、遅れは分かるようになってきてる。大丈夫、大丈夫。これは時間の問題です。ただまあ、遅れからのボーナス当選期待度、まあ、遅れ発生時のボーナス当選期待度は約 10% と言われてますので、まあ、その時に 10% 当てた時に遅れを聞き分けないと意味がないわけですからね。今遅れたい。だからこれじゃダメなんです。押してしまって今遅れたよじゃダメだから、レバー音でちゃんと聞き分けれるようにならないと。そういや、コンプリートって確か前後半分かれるんですよ。ってことは前半で全部クリアしちゃったら、それはそれでつまんない。最悪後半全く見ずにクオカードだけ応募することもできるわけですよ。それはちょっとつまんないな。じゃあ今日僕途中で前半に来るか後半に来るか分かんないですけど、まあ、おそらく後半に来るぐらいのタイミングでクイズを出します。その答えをそのクオカードを皆さん申し込むとき、応募するときに一緒に書いてください。答えはちゃんともうこの中で言いますから。答えはもうみんなが分かるものにします。答え合わせできるようなものに。僕がいただきます。今日どっかで言いますからね。モノズミゲンズムールクイズがどっかで発動しますから、その答えを書いて皆さん送ってください。まあ、クオカードをねバカにならないですからね。いろいろできますよ。使い道いろいろありますから。最悪金券ショップもありっすよ。
そうこう言ってるうちにもう間もなく500ゲームです。いやちょっとハマりすぎたな。最悪なのはここで負けたな。ハマって当たって負けた、それが一番きつい。472ゲーム。いやまあ割と綺麗なリーチですね。まあ成立約何でしょうか。まだわかんない、まだわかりませんけど、よいしょ。ここでもう後が決まってくれば楽なのに。いきます、よいしょ。よし OK です。ロンピック、よいしょ。473ゲームでドンビックです。本日3回目のビックですね。よいしょ。さあ斜め風鈴はどうなるか。ちなみにまだ持ちコインです。持ちコインで当たりました。今通常時500ゲーム回してますけど、なんと、風鈴タイム31回、氷がちょうど10回だから、まあ、50分の1ですね。なめこ1回、チェリーが40分、まあ、500ゲームぐらいじゃもちろん分からないですけど、まあ、悪くはない感じなのかな。あ、悪いわ。500ゲームで風鈴32回ってことは、風鈴は 15.6 分の1ですね。花火ゲーム中の外れは結構いい感じなんですよね。花火チャレンジ中はあんまり当てにならないけど、花火ゲーム中の外れは個人的には結構当てになると思うんですよ。ただまあ今のところ奇数挙動でしょ。もちろんほぼフォローするならばありえなくはないということですけど、風鈴がもうちょっと上がってこないと。やっぱ15分の1は切らない。参ったな。風鈴激割れですね。まあ700ゲームちょっと、まあ、750ゲームぐらいですねの時点で、風鈴がなんと 16.3 分の1激割れです。まあボーナス現実とかでは当てにならないんですけど、実戦上こうやってダラダラ当たり続けるような感じのビッグオンリーで、そういう台が高設定だったら1回もないんですよね。112ゲームで本日と一発目のレギュラーです。まあもうちょっとなんか強い要素がないとまずいですね。相変わらずジャスト50分の1。あ、風鈴じゃない、氷。チェリーはまあいいけど、まあ、チェリーは当てにならないですからね。本当暇つぶしで数えてるようなもんですから。まあ、ぶっちゃけ今のところ1の可能性が限りなく高いです。風鈴も悪くて奇数挙動、つまりはそういうことです。この台を続けるのはちょっと危ないかもしれない。コンプリートしないと。
ただ、まあ、変な台に行くぐらいならこのまま花火を続けた方がいいような気はしますけどね。ジャグラーがねめっちゃ可能なんです。なので、まあ、ATK、ARTK になると思うんですよね、移動先は。そうなった時に良さげな距離の台が対面に空いてればいいんですけど、その可能性は低いですからね。遅れた遅れた。あーやっぱ遅れた。おーセーフセーフ。これまあ消灯しますからね、消灯なしならよかったけど。おー遅れからのもうナソサッチが行きました。コンプリート。よし194ゲーム。いやー綺麗綺麗遅れからのボーナスサッチということで、これにてミッションコンプリート。いやーこれ多分ね前半後半で言ったら前半の時間帯だと思いますよ。まだなんとなんと前半戦でミッションコンプリートでございます。よしよしよし。ダメなようですね。ああ、堀若だった。